間で夜な夜な繰り広げられるコスプレパーティー、要するに仮装大会であります。とにかく派手で目立ちたい一心、昔はそれを野暮と称したものでありますが、こちら東京瑞穂町にも目立ちたがり屋の若者がいました。どうも、早いですね。あら、すごい派手ですね。すごい、ちょっと後ろ見て。お、すごいな、これは。いや、え、いや、起きたばっかやから、はい、いやつがもうこの中変な方向向いてるから。これも全部中島くんがデザインしたんですか。自分でか、最初これだけついててね、うん、あとはもう全部自分で拾ってきて。手袋もすごいね。これも自分で。いや、これ市販で売ってるんですよ。売ってるんだ、うん、自分でデザインした革ジャンを羽織り、バイクにまたがっていざ出陣。中島くんの仕事は車のパーツの組み立て。工場では毎朝ラジオ体操がありますが、中島くんは我関せず。8年前に就職し、その時の初任給で茶髪にした中島くん、上司から注意されてもムシムシムシ。それでも仕事は真面目にこなし、今じゃなかなかの腕なんだとか。住まいはおじさんのうちに家賃を払って曲がり、ところがその部屋は、うわすごいね。アニメの巣なのであります。これも何なんですか。まあほとんどがアニメと漫画だけで現実から離れてますね。これはこれはあのカードキャプターさくらっていう仲良し連載のクランプっていう人たちが書いてる、まあ、魔法使いものかな。仲良し、うん。じゃああとなんだっけ。これはこっちはあのマジックナイトレイヤーズっていう、前にテレビでもやってたんですよ、はい、これも仲良しで連載してて、はい、手前から光で海で風です。あの上の子もこれはあれ、あの逮捕しちゃうぞってやつの藤島康介さんが書いてる、うん、あのアフタヌーンで連載してたんですよ。これはああ女神様ってやつなんですよ。同じくあのこの逮捕しちゃうぞ書いてた人の、うん、その人がまた今そのまま連載してるやつで。これなんですか。これはあの2番目の姉さんになるベルダンディっていう女神なんですよ、うん、アニメ、うん、わあ生活の中でどういう役割を果たしてんだろう、果たしてくれてんだろう。全ての原動力ですね。全ての原動力、うん。毎日放送されるアニメ番組を全て録画し、飽きることなく見続けるアニメ漬けの日々なのであります。その中島くんがまた別に関心を寄せているものがありました。一つのその興奮が届けられたのであります。大きいじゃん。4月。トータルいくらなんですか。基板が60万ぐらいの、本体が20、80、約70何万だと思う。76かなんかその。で今回中島くんにはいくらで手放した。15万。ゲームセンターにある格闘ゲーム機を譲ってもらったのです。それにしても高い金出して狭い部屋に置くことはないと思うけどね。これ大丈夫ですか。アニメに加え夜遊び道具がまた増えた。中島君これからどうやって生きていくのかな。どうやって、まあ、好きなアニメ追っかけてって、で最終的には漫画家になれたら嬉しいなと。アニメは自分を裏切らない、嫌なことも忘れられるから好きだという中島くん。果たしてそれが趣味の世界で終わるのか、それとも漫画家への道につながるのか。